やべえ、俺いつの間に新武器コンパクトサブマシンガン持ってるぞ。 P90 だ。楽しみにしてるぜ。ダイヤモンドドックスの諸君、聞こえるか？待たせたな。こちらスネーク。今回は動く軍曹にフォートナイトの手ほどきをせっかく受けたんで、フォートナイト50対50に来ております。50対50に来てる理由はただ一つ、そうじゃ勝てねえからな。ということでやっていきましょう。とりあえずアップデートであれだな、サブマシンガンが追加されたんだよな。コンパクトサブマシンガンな、使ってみてえな。P90 俺大好きなんだよ。だから P90 使ってみたいんだが、出てくれないもんすかね。チャギチャギゲットじゃん。チャギチャギちょっともったいないから、ちょっと保持しておこう。どうせすぐ敵と出会うことはないんだからよ。この場所を出るときに何を持っていくか考えような。もういっぱい宝箱があるな。うますぎる。やっぱチャグチャグが持っといて正解でしたね。よし、あっねえ、お前間違えるな。ミニポカラ飲まねえと。シュワシュワおしっこおいしいめん。シュワシュワおしっこうますぎるめん。スナイパーライフルがあるね。でも俺スナイパーライフル多分使いこなせない。でも逆に言うと俺ショットガンが一番使いこなせないんだよな、ポンプショットガン。だからショットガン捨てよう。普通フォートナイト勢からしたらなあ、ポンプショットガン捨てるなんて愚行の中の愚行、愚かなやつの極みみたいな行為だと思うが、俺マジで下手くそなんでショットガン当てらんないんですよ。正規ショットガンしちゃうんですよね、はい。さあ50対50中心の小さい円に敵と味方が入り乱れるぞ。その前に素材を集めないとな。宝箱いっぱいだな。わーわー、サブマシンガンだ、欲しい。サブマシンガン欲しい。あーでもどれを捨てたらいいかわからない。ライトマシンガンいらねえかな、うん、これでいいか。よし、今回は50対50な、味方のね、味方にターゲッティングが向いてる敵を横からつついて不意打ちしまくってビクトリーロイヤルな。ああ俺正面で建築バトルとか絶対勝てねえからな。伝説の傭兵が建築バトルビビってていいのかって。英雄の現実は伝説ほどかっこよくはない。俺は今まで隠れ潜んできた。それが建築バトルとなれば敵の前に姿を現さないといけない。それは俺の潜入道に反する。だから俺は味方と敵が入り乱れてる中でこそこそと動いて、横とか後ろからつっついてぶちのめすのが楽しいんだ。だから50対50やめらんねえ。素材何個ぐらいあったらいいんだろうな。なんか600、700あってもなんか硬直状態になるとさ、素材足りなくなるよな、いつも。そう気をつけないとな。お、味方がだいぶ集結しつつあるぞ。むしろ俺は遅い方じゃないのか。なるほどな、あっちでやり合ってんな。よし、俺も合流する。ファーマスか、トランペットだな。シャドウモセス思い出す。だからお前ざけんなお前。さあ敵が多すぎて若干処理落ちしておりますが大丈夫でしょうか。よし、当てていく。いいね、シールド削ったぞ。でここはあんまり頭出しすぎるとさ、ヘッドショットばっかりスナイパーライフルもらったら終わりだからな、気をつけよう。スナイパーライフル使うか。うぅー、蘇生してるやつをばっかり打ち飛ばしたかったんだけど、うぅー、つまんね。もっと攻めよう。もっと攻めないと面白くないよね。裏取りだ、裏取り、裏取りの時間だ。俺はやってやる、俺はやってやるぞ。サブマシンガンに持ち替えて、やべえ、俺いつの間に、え、俺いつの間にか新武器コンパクトサブマシンガン持ってるぞ。 P90 だ。やば、俺持ってんじゃん新武器。これ使う前に死ねねえな。残り10人、突っ込むぞ。 P90 使うまでは死ねねえぞ。突撃、残り3人だぞ。やばい、おいおいおい、
コンパクト SMG 使わせてくれメンス。いた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 。よしやってくる。おいあいつ倒すわ。もっと近づきたい。うわうわ。待て待て、それは俺の獲物だぞお前。うわオタココンパクト SMG でビクトリーロイヤル、うますぎる。